んにちは。佐賀県武雄市のブルーラインです。2017年明けましておめでとうございます。この新しい年に向けて、新しいブランド、新しいジーンズブランド、こちらを紹介していきたいと思います。2017年の1回目の動画説明にふさわしいこの新しいジーンズブランド、岡山小島で生まれたジャパンブルージーンズ、ジャパンブルージーンズのテーパードシリーズ、こちらを紹介していきたいと思います。このジャパンブルージーンズですが、日本はおろか全世界で認められる、そういった日本のジーンズの技術を織り込ませた素晴らしいジーンズの紹介です。このジャパンブルージーンズがお送りしますこのテーパードシリーズですね、こちらです。まずは素材ですが、14.8 オンスのアメリカのテキサスで生まれた綿、そのアメリカのテキサスで生まれたアメリカ産の綿を、旧式のシャトル機で丁寧に丹念に作られたこのジャパンブルージーンズ、そして、この色合いですが、いわゆるインディゴ染めですね、インディゴ染め、これはですね、ロープ染色という岡山の小島でしか生まれないと言われたこのロープ染色、まるで漆黒の海のようなこの青さ、深い青ですね、これが、使えば使うほど当たりが出てきます。で、深いこの青なんですが、使っていけばいくほど色落ちが素晴らしい、そういった、技術を全部含めたそういったジーンズに仕上げています。私身長168センチ、62キロの体型ですが、これで31インチを履いています。いわゆるテーパードですね、太くもない細くもない、膝から下をちょっと細めにしたこういった形です。このジャパンブルージーンズがお送りしますこの 14.8 オンスのテーパード、JB0401S というブランドですね。このジーンズ非常にですね、深い青なんですが、使っていけばいくほど味が出てくる、これはもう5年後、10年後に楽しみなジーンズ、いわゆるジーンズを育てていく、そういった、ジーンズにふさわしいこの一本です。丹念に作られたこのジーンズですね、 14.8 オンスのアメリカコットンで作られたこの、非常にですね、丁寧に作られている、これはやはり日本だけではなく全世界の人に通用する、そういったジーンズに仕上げています。ジャパンブルージーンズがお送りしますこのテーパードジーンズ、非常に形も綺麗です。ぜひこれですね、覚えておいてほしいと思うんですが、日本が代表する世界に向けてのジーンズ、ジャパンブルージーンズ、素晴らしい商品です。これはぜひ一度ですね、履いてもらって、いわゆる育ててほしい、もう5年後10年後が楽しみなジーンズです。ぜひこれは、試着してほしいと思います。ジャパンブルージーンズがお送りしますこのテーパード、日本人が世界に相手する、そういったジーンズに仕上げています。